今回はですね、いよいよシャオミージャパンがですね、ここですね、10月の21日の3時から発表会を行いますということで、皆様が待ちに待った価格とね、発売の情報も発信していく予定ですということですので、いよいよですね、シャオミージャパンがもうすでにね、グローバル版で発表されています。で、日本でね、発売されると言われているシャオミのね、11T Pro と シャオミの 11t とおーシャオミパッド5ですね。こちらの価格と発売日がいよいよ発表されるんではないかなと思います。で、これ以外にもね、発表する製品を当ててみてくださいということで、まあ、ちょっと思わせぶりなね、あのー、まあ予告がされているんですけれども、 まあこちらの商品もですね、まあ、ね、おおむね、今日ですね、10月の18日の段階では、まあ、ちょっとツイートの中にね、まあ、おそらくこれじゃないかなっていうものが出ていましたので、まあ、そちらの方も紹介していきたいと思いますけれども、まあ、若干、ちょっとね、まあ、残念だったかなと、おそれじゃないんだよな、みたいなね、ところもあるかもしれませんけれども、まあ、その辺合わせてね、まあ、紹介していきたいと思います。で、今回ね、えー、その、10月の21日に発表されるのは、さっきも言った通り価格とね、 ま、発売日ということだと思います。で、こっち側のね、ツイートの方ではフラッグシップ旧新製品って書いてあるんですけど、こちら側のね、画像の方にはフラッグシップ新製品ってなってるんですね。ちょっとここに表現の、表記の揺れが発生してるんですけれども、大丈夫でしょうかね。 で、11t シリーズとパッド5以外にもね、まあ何か発表されるということだったんですけれども、えー、そのね、10月の18日の段階で、イヤホンですね。まあこれはすでに私がですね、動画で紹介してますね、レドミーバッツ3 Pro っていうね、ワイヤレスイヤホンなんですけれども、まあ決して悪い商品ではなくてですね、私もまあほぼ毎日使っていますかね、まあ非常に使いやすい製品だと思いますけれども、まあ、こちらもですね、10月の21日からまあ予約販売開始ということなので、 まあおそらく、そのね、えー、端末以外、えー、スマートフォンとタブレット以外に発売される新商品っていうのは、まあ、このね、えー、イヤホンということじゃないかなと思います。あの、ちょっとね、やっぱり他の端末をね、期待されてた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういったね、方からするとちょっと残念って言いますかね、ワイルスイヤホンだと、うーんっていう感じなんですけど、ただこの製品自体はね、本当に悪い製品ではないので、 まあこれが欲しいっていうかね。まあこれも私動画で紹介してますけど、結構コメントでね、まあ結構いいっていうか、やっぱ非常にコストパフォーマンスで優れてますので、まあそういった部分で待ってた方もいらっしゃるとは思いますので、まあそういった方には嬉しいね、ニュースじゃないかなと思います。まあただね、端末とか、あるいはね、そのミーパッド、シャ o ミ i パッド5のプロ版をね、期待してた方、まあちょっとね、それはグローバルでも出てないんで、基本的に4で発売されるってことほとんどないと思いますけども、まあそういったところも含めて期待された方には、まあちょっと残念だったのかなと思います。 こちらがですね、シャオミージャパンのフラッグシップ新製品発表会の公式のページですね。まあ10月の21日の3時からということになっています。でもこの下にですね、こうやって出てるわけですよね。えー、シャオミ 11T とシャオミパッド5とさっきのね、レドミバッツ3プロとこの3つがまあ発表されるということだと思います。で、このね、レドミバッツ3プロっていうのはその発表と同時に予約がね、開始されるっていうことなんで、まあおそらく まあ、あとね、ちょっと噂でも、この辺のね、端末、シャオミーパッド5も、まあ、10月の21日から発売みたいなことも言われてますんで、まあ、発表会と同時に、まあ、発売、あるいは発表会と同時に、まあ、予約みたいな感じでね、まあ、購入できるようにはなるんじゃないかなと思います。で、まあ、あと価格ですけどね、まあ、価格がちょっとまだあんまりよくわからない部分もあると思いますけども、まあ、一応以前にね、私の動画でも紹介してますけれども、11T のプロは6キュッパじゃないかな、なんていうね、話が、まあ、噂が出ていますけれども、 まあそうなってくると、無印の方は5万円台後半とか、それぐらいじゃないかなと思いますけどね。まあ5万円台、まあ半ばから後半ぐらいだったらいいのかなと思います。あと、シャオミーパッド5、これはいくらですかね。グローバル版が3万3千円でしたよね。まあ、3万円台だったら嬉しいですけど、まあ4万円台前半ぐらいから、まあ3万円台後半から4万円台前半ぐらいじゃないかなと。 いうふうにね、思っていますけれども、まあいろんな噂がありますんでね、まあわからないんですけど、まあそれがいよいよですね、噂ではなくて、まあ正式に発表されるということです。で、あと、r e d m i ツ t 3 Pro。これは私はグローバルセール、あり、えっ、ー、と、プレセールで39ドルでしたっけ ?4400 円ぐらいで買ったのかな えっと、まあ、そうすると日本円、日本だとやっぱ5000円台じゃないかなと思いますけどね。5パとかどうですかちょっと高いですかね、59%だとか。4キュッパだったら安いけどね。まあ、ッパだったら全然安いけど、まあ、ッパはないだろうね。やっぱり5パ下手したら69%。6キュッパもないかな。まあ、そのぐらいの価格。まあ、ッパぐらいだったら結構いいんじゃないかなと思います。 ということで、ま、あシャオミジャパンのね、フラッグシップ新製品発表会が、ま、あね、21日で行われますということなんですけれども、まあ、やっとですね、まあ、日本で発売されるといった感じですよね。まあ、グローバル版の発表からだいぶ時間が経ってますんでね、まあ、個人的には少しちょっとその旬を過ぎたというか、で、グローバル版すでに購入してですね、まあ、YouTube のね、動画を上げたりとか、ま、あブログの記事をね、更新されてる、投稿されてる方がもうかなりいらっしゃいますんで、 そういった情報を見てしまうと、ちょっとね、その新製品としての魅力っていうものが、ちょっとね、私の中ではちょっともうね、だいぶ少なくなっているかなという感じです。まあ特にですね、私のチャンネルの視聴者の方は、まあ海外通販サイトにね、まあ,あの抵抗がない方が多いので、まあ、結構ね、もうすでに購入された方もいらっしゃると思いますし、まあそういった方からすると、やっぱりそのグローバル版の情報ってかなり見てると思いますんで、 やまあ、今さらですね、ちょっと日本で発売されるということになっても、ちょっとそのね、新鮮味に欠けている部分があるんじゃないかなと思います、まあ。ということで、まあ、あの、もちろんですね、そういった海外通販サイト全く考えてないという方には、今やっと日本で発売されるということだと思うんですけれども、まあ、私個人としては、まあ、11T はやっぱりパスしようかなと思っています。で、Xiaomi Pad 5の方は、 まあこれもちょっとね、そういった部分では、あの、さっき言ったとり新鮮味がもうすでになくなっているんですけれども、それでもやっぱシャオミーのね、タブレットって、まあ1台ぐらい持っててもいいかなっていうところもあるし、やっぱりそうは言ってもね、使ってみたいなっていうところもあるんで、まあシャオミーパッド5は買ってもいいかなというふうに思っていますけれども、まあ 11t は今回パッショしようかなという感じがしています。 まあ、あとですね、あの、そろそろね、ピクセル6とかね、えー、6プロとか、あの辺のね、Google 系の端末なんかも、まあ、近々発売されるんではないかなと言われていますので、まあ、どっちかっていうとそっちですよね。そちらの先の方、次の新しい端末っていうところにね、やっぱり興味が移っていますので、 まあちょっとね、日本とそのグローバル版の発表から日本で発売されるまでの時間がかかりすぎちゃって、個人的にはそのね、まあ同時に販売するぐらいの勢いであればすごく盛り上がったと思うんですけど、まあちょっとね、期間を置いてやっとね、発売されるということなんで、そこはちょっと残念かなと思います。 まあ、あとはですね、ちょっと思わせぶりなツイートもありまして、他の端末がね、発表されるんじゃないか、みたいなふうに思っている方もいらっしゃると思いますけども、まあ、おそらくね、r e d m i ッツ t s 3 Pro が発表されるっていうことでいいんじゃないかなと思います。もちろんね、まあ、当日になったら本当にサプライズでね、全く新しい端末、まあ、予想してなかった端末が発売されるっていうことは、まあ、ゼロではないと思いますけれども、まあ、でも、まあ、r e d m i ッツ t s 3 Pro で終わりじゃないかなという感じはしています。 まあ、あとはですね、やっぱり価格のところがね、まあ気になるところかなと思います。で、あとはね、日本で発売されるってことになると、やっぱり黙ってないのがね、まあグーシムセーラーなんで、まあグーシムセーラーでいきなりどのぐらいの価格で販売されるのかっていうのはね、やっぱり日本で購入しようと思ってた方には非常にね、気になるところではないかなと思います。まあ、なんだかんだ言ってもですね、まあ10月の21日のまあ13時からの発表会ね、えー、まあちょっと気になりますよね。はい、今回は以上です。